山本周五郎作、渡るの求婚。1。平林渡るが下地をしようとして役机の上を片付けていると、落合、劇が来て一緒に帰ろうと言った。渡るはうなずき、少し待ってもらって一緒に退出した。すると、大手御門のところで、劇はうちへ寄らないかと誘った。もう三年ばかり来ないだろう。久しぶりだから寄って一杯飲んで行かないか。渡るはそうさなぁと目尻で素早く劇の顔を見た。縁談のことではないかと直感したのである。寄り合いの島村幸恵の娘をどうだと四五十日前から勧められていた。島浦と落合とは親しいのでその話をするのではないかと思ったのであるが、それならそれではっきり断るだけだと腹を決めて、では地層になろうと答えた。ザクロ商事の落合家に着くと久しぶりの訪問なので、家人は皆珍しがって歓待し、劇の母は風呂を勧めた。渡るは風呂を断り、劇は妻に酒の支度を命じた。役所の話などをしながら、四半時ほど経つと、妻女が召使いと一緒に酒肴の膳を運んできた。劇は勝手にやるからいいと言って、給仕に座ろうとする妻を去らせた。やっぱり、縁談の件だなぁ、と渡るは、心の中でうなずいた。杯で三つほどあげたとき、劇の妹の由美が挨拶に来た。風邪気味でこもっていたのだが、久しぶりの平林だと聞いて、挨拶だけ述べに来たのだと言い、渡るに一度酌をしてすぐに去っていった。渡るは由美の挨拶にも、上の空の答えしかしなかったし、彼女が去って行くと、その後ろ姿をぼーっとした目つきで見送っていた。平林、と劇が言った。どうした?酒がこぼれるぞ。渡るは、お?と狼狽し、慌てて杯を口へ持って行ったが、帰って酒をこぼしてしまい、さらに慌てて濡れた袴を返しで拭いた。ずいぶん大きくなったなぁ、と渡るは、照れ隠しのように言った。大きくなったし、顔立ちまで変わったようで、ちょっと見違えてしまったよ。久しぶりで見たからさ、昔の通り椎の実で、育児なしだ。椎の実だって?平林が言ったんだろう。痩せっぽちで色が黒いからってさ、と劇が笑った。それで由美を泣かしたの覚えていないのかね。冗談じゃない。と渡るは赤くなった。色が黒いどころか目にしみるほど白いじゃないか。抜けるほど白いというのかもしれないが。まあいい。そう言っておくよ。と劇は微笑し、調子をとって酌をしながら、時に、と言った。話は変わるが、島村から縁談が言ってるそうじゃないか。渡るは空来たと思った。劇は問い詰めた。あの娘ならよく知っている。自分は良縁だと思う。平林は26になるんだろう。これまで自由行く旅も縁談を断ったそうだが、この辺で結婚しないともう世話をするものがなくなってしまうぞ。と劇は言った。渡るはぼんやりした顔つきで、うん、とか、そうだなぁ、などと相槌は打つが、気乗りのしていないことは明らかであった。また、ゆずの伝だなぁ。ゆずとは?と言って渡るは右手の指で自分の前にある膳の縁をコツコツと放心したように叩いていたが、ふと劇を見て、実に綺麗になった。驚いた。と言った。
もう年頃なんだな。何を言ってるんだ。一体何の話だ。ユミさんのことさ、決まってるじゃないか。劇は口をつぐみ、何か珍しいものでも見るようにじっと渡の顔を見つめた。そしてやがて唇の隅に微笑を浮かべながら、ユミなら18だと言った。18だって？18さと劇が言った。バカに感心しているが、嫁にでも欲しいのか。渡はぎょっとしたらしい。不意をくらった感じで、え？と劇を見た。だがあいにくだ、と劇は笑った。そっちで欲しがっても、ユミにはもう婚約者がある。年内に祝言をすることになってるんだ。婚約者って誰だ？勝田さ。劇はちょっとどもった。勝田、蔵之介だよ。ユミさんがあの、鬼瓦とか。鬼瓦でも剣術は家中第一さ。ユミなどには過ぎた相手だよ。渡はぐっと眉をしかめ、あの鬼瓦、とつぶやいてさもまずそうに酒をすすった。それからはすっかり、浮かの顔つきになり、劇が話しかけてもろくろく返事もしなかった。そうして、食事を出す前に、急用を思い出したからと言って立ち上がった。劇は渡るを送り出すと、俺もちょっと出てくると妻に支度を命じた。右京町の勝田だ、と劇は出がけに言った。わけは帰ってから話すよ。二。それから七日目に平林渡るが落ち合い家へ訪ねてきた。劇は非番で家にいた。今日は頼みがあってきた。座るなり渡るは言った。ユミさんと話したいことがある。ユミさんに会わせてくれ。劇は渡るの顔にひどく思い詰めた決意といったようなものが現れているのを認めた。それで用は何だ？となだめるように聞いた。用はユミさんに会って言う。作法に外れていることは承知だ。ぜひ二人だけで会わせてくれ、と渡るは言った。難しいなぁ、と劇は目をそらした。何しろもう婚約者があることだし。婚約者はまだ夫ではない。婚約というものは早くする場合だってあるんだ。バカなことを言うな、と劇が言った。平林には似合わない。俺だからいいが、そんな無縁起なことを他の者に言えばただでは済まないぞ。悪かったら謝る、と渡るは口頭した。だが由美さんに会わせてくれ。頼む。劇は不機嫌に唇を曲げた。やむを得ない。母に聞いてみよう、と劇は言った。俺の一存にはいかないし、仮に母が許しても、ユミが不承知ならダメだ。それは断っておくぞ。渡るは、ありがとうと答えた。奥へ去った劇は、かなり長いこと出てこなかった。渡るは不安そうに扇子を置いたり取ったりし、ため息をつき、口の中で絶えずブツブツと何かつぶやいた。劇はやがて戻ってきたが、その顔はもっと不機嫌になっていた。会ってもいいそうだ、と劇は言った。しかし、二人だけはいけない。母が一緒ならと言っている。それはユミさんの意見か？そうだ、それでも会うか？渡るは下唇を噛み、話してはまた噛みしていたが、ついに心を決めた様子で、よろしく、会わせてくれ、とうなずいた。劇が立って行き、またしてもかなり待たされた。およそ四半時も経ったと思われる頃に、ユミが母親と一緒に茶を持って入ってきた。
渡るは眩しいような目をした。由美はこの前よりも際立って美しく見えた。彼女は化粧をし、着替えをしていた。入ってきて挨拶をし、渡るの前へ茶を進めたとき、彼女の全身からほのかに香料が匂った。武作法は先にお詫びをしておきます。と渡るはまず母親に向かって抵当した。これから由美さんに伺うことがありますが、お母様には聞き苦しい点があるかもしれません。しかし私としてはやむを得ない。実にやむを得ない事情なものですから。どうぞ、と母親は微笑した。私にご遠慮なく、どうぞ。渡るは、はっと言って座り直した。由美さん、場合が場合ですから率直に言います。あなたもどうか率直に、ご自分の正直な気持ちで答えてください。いいですか。あなたご自身の正直な気持ちでですよ。由美は、はい、と答えた。彼女は顔を赤らめたが、渡るは気がつかないようであった。まず、あなたに謝らなければならない、と渡るは言った。私はあなたのことを、いつか C の実と言ったそうです。色が黒くて痩せっぽちだから、C の実とあだ名をつけたそうです。自分では覚えていません。けれども落合がそういうところを見ると、確かなんでしょう。謝ります。どうか勘弁してください。渡るは四角になってお辞儀をした。母親は吹き出すのを懸命にこらえたが、由美は、はい、と会釈しながら、美しいたもとで口を押さえた。渡るはめげた様子もなく、言葉通りに率直に、自分と結婚してもらいたい、と切り込んだ。先日お目にかかってから、今日までよく考えてみました、と渡るは言った。よくよく考えてみて、あなたの他に自分の妻はないということが分かったのです。いや、待ってください。私は、あなたが C の身、失礼、こんな小さい自分から知っています。亡くなったお父上はもちろん、お母様だって私がどんな人間か分かっておいででしょう。私は、いや、もう少し待ってください。私はあなたのこんな小さい自分から知っているし、知っているばかりでなく、あなたが好きだった。久しくお目にかからなかったので、つい何していたんですが、それは落合にも罪があると思う。あなたが年頃になられて縁談などが起こるようでしたら、誰より先に私に話すべきです。彼はそうすべきだったんです。そうじゃないでしょうか、お母様。3渡るはなお、劇の怠慢を責め、自分の迂闊を罵り、そして当然、由美は自分の妻になってくれるべきだ、と主張した。由美は彼の言葉の終わるのを待って、静かに目を上げて彼を見た。私から一つだけ、伺いたいことがございます、と由美が言った。私が承知いたしましても、故障のあることをご存知でございますか？それは私が型をつけます。後に不和が残るようでは困ります。それは私に任せてください。穏やかに決まりをつけてくださいまして。それは、と渡るは口ごもった。しかしすぐに公然とうなずいた。大丈夫です。由美は微笑し、目を伏せながら、口の中でそっと、ではそれをお約束に、と言った。渡るは袴をわしづかみにして、承知してくださるんですね、と聞いた。
意味はかすかではあるがしっかりした声で、はい、と答えた。落合家を出ると、渡るは拳で一つ空を殴り、胸を反らして、大手は落ちたぞ、とつぶやいた。できることなら絶叫したいという顔つきで、しかしすぐに、本丸はこれからだ、と言って、右京町の方へ歩き出した。勝田家を訪ねると、慶之助はまだ明道館から戻らないということであった。明道館は藩校で、そこに武芸道場も付属している。慶之助は80石ばかりの小売奉行であるが、明道館の師範も兼ね、一刀流を教えていた。彼の一刀流は江戸の小野家仕込みであり、小野家でも上手の一人に数えられていた。という評判であった。道場へ行くとまだ稽古中で、渡るはしばらく待たされた。これまで二人は付き合いがない。会えば目礼を交わすぐらいで、ほとんど口を聞いたこともなかった。あいつも男さ、と待ちながら渡るはつぶやいた。胸を割って話せばわかるだろう。たかが女一人のことだし、他に女はいくらでもいるんだから。市内の音が聞こえなくなってから、ややしばらくして慶之助が現れた。稽古着のままで汗を拭きながら入ってくると、やあ、と言って座った。背丈は五尺に寸ばかりだが、体つきも顔も角張って肉付きがたくましく、鬼瓦というあだ名のほかに、一言の説明も加える必要はなかった。渡るは、ここでも率直に話した。男同士として、由美に対する執着を隠さずに打ち明け、由美を譲ってくれるようにと言った。慶之助は、時々汗を拭きながら、黙って無表情に聞いていたが、まだ渡るが話し終わらないうちに、力のこもった太い声で、断る、と言った。まあ待ってくれ。もう少し資材を話すから。資材は聞いた、と慶之助は遮った。由美殿を幼少の頃から知っていたこと、久しぶりに成長した姿を見て、にわかに嫁に欲しくなったこと、みんな聞いて知っている。誰が？と渡るはどもった。そんなことを誰から聞いたのだ。答える必要はない。落合か、と渡るが聞いた。彼の他にそんなことを知っている者はない。落合劇が来たんだな。慶之助は黙っていた。渡るはカッとなり、なぜだ、と言った。劇は自分と古くからの親友だ。その親友の劇がどうしてそんなことを言いに来たのか、と畳みかけた。慶之助は冷ややかに微笑し、首筋の汗を拭いた。それは親友だからだろう、と慶之助は言った。平林が弓殿を見て、のぼせ上がったような顔で帰ったそうだから、間違いのないようにと思って、知らせに来たんだろう。ただし、これは俺の推測だ。渡るは下唇を噛み、離してはまた噛みした。慶之助は黙ってそれを見ていた。渡るは目を上げて、では、と口ごもった。では、どうしてもダメか。断る、と慶之助は答えた。あくまで欲しければ腕で取れ。腕で取れ、と渡るは目を開いた。侍と侍だ、と慶之助が言った。勝負をして俺が負けたら潔く譲る。だが、と彼は微笑した。よした方がいいだろうな。渡るは相手を睨んだ。彼は心の中で、この野郎と思い、そんな脅しで尻尾を巻く平林渡るじゃないぞ。と思った。
勝負というのはいいね、と渡るは言った。少し俗っぽいが、はっきりしていい。どうせやるなら真剣にしよう。慶之助は渡るを見つめた。それから、よし、とうなずいた。では、明日の朝6時、と渡るは言った。6時ならもう明けているだろう。場所は、千段ヶ原でどうだ。慶之助は、心得た、と答えた。渡るは相手を睨みつけ、そうしてふと微笑し、刀を取って立ち上がった。4。枯れ草をまくように、淡い乳色のもやが、地面から三尺ばかり上まで、幕を引いたように流れていた。落合劇と由美はもやの向こうを透かし見ながら、小走りに、千段ヶ原へと入っていった。由美の顔は青ざめ、からげた裾から白いきれいなはぎが見えた。ああ、と由美が指さした。あそこです。騒ぐな、と劇が言った。大丈夫だ。そして劇は足を緩めた。渡ると慶之助とは二軒ほど隔てて、相対していた。渡は刀を西岸に構えているが、慶之助はまだ抜いていない。だが近寄っていった由美が、劇が静止する暇もなく、声を震わせて、渡様と呼びかけたとき、渡が絶叫して踏み込んだ。腰から下をもやに包まれている両者の体が一つになり、二本の白刃が横と上へ鋭くキラッとひらめいた。由美はあっとたもとで顔を覆った。見事だ、と慶之助が叫んだ。見事だ、平林勝負あった。由美がたもとを下ろしてみると、両者の位置が変わっていた。慶之助の右にいた渡るが、今は左にあり、刀を下段に構えて、若い柳生のように突きをうかがっていた。慶之助は八層に上げた刀を、今静かに下ろすところであった。勝負あったとは、と渡るは身構えたままで叫んだ。どうあったのだ。念を押すな、俺の負けだ。確かだな、と渡るが叫んだ。間違いないな。この勝負は負けだ。と刀に拭いをかけながらうなずいた。間違いない。渡るが刀を下ろすと、由美が走り寄った。劇は慶之助の方へ近寄り、由美は渡るのそばへ走り寄った。そして、渡る様は、穏やかにやるとおっしゃったはずです、と言った。渡は手を挙げて微笑し、なお由美が何か言いかけるのを首を振って遮った。大丈夫です。心配ありません。と彼は明朗に言って、慶之助に呼びかけた。そうだな、勝田。後に遺恨などは残らないな。安心しろ。俺も勝田慶之助だ。わかったでしょう、と渡るが由美に言った。男同士はさっぱりしたもんです。由美は、まあ、と微笑しながら目をそらした。明日挨拶に行く、と劇は慶之助に会釈し、平林行こう、と言った。待て、勝田に礼ぐらい言ったらどうだ。そうだ、ありがとう、と渡るは慶之助に向かって言った。どうも、ありがとう。由美も複雑な表情で会釈した。慶之助は鬼瓦の顔で酸っぱいような微笑し、そして由美の会釈にうなずいた。翌日の夜、勝田家の客まで劇と慶之助が話していた。
驚いた。全く驚いたよ。と慶之助が言っていた。彼は渡の無鉄砲な突きに呆れた。あれは勝負ではない。法も技もない。初一年の義手だ。初一年が劣化となって飛び込んできたようだ。と慶之助は言った。謝る。と劇が抵当した。とんだ役目を引き受けさせて誠にすまなかった。しかしどうしてもこうしなければならなかったのか?その方が確実だと思ったんだ。と劇が言った。彼は昔から妙な性分で、人がくれるものには手を出さない。ないものねだりとでも言うんだろう。今でも笑い話になっているが、少年時代に俺の家に六七人集まったことがある。茶の時刻になって母が串柿を茶受けに出した。すると彼は、私はあの方がいいと言って、庭へ飛び出して行って、まだ青い柚子をもいできた。母が驚いて、渡るさんそれは柚子ですよ、と注意したが聞かない。私はこれが好きですと言って、彼はその柚子を食べてしまったよ。いやあ、どうも。慶之助も笑って、それは呆れた、と言った。いやあ、どうも。今話していても、なばつばが出る、と劇が続けた。その後も同じようなことが、幾度かあった。持ってこられる縁談もその伝で断ったのだろう。久しぶりに妹を見てひどく感心しているから、嫁にでも欲しいかと聞いた。無論冗談に聞いたんだが、その時ふと、柚子を食べた時の彼の何とも言えない顔つきを思い出したんだ。それに手を出すな、というわけか。ふと思いついたんだ。そして彼は見事に、柚子をもぎ取ったんだ。妹は反対したがねえ、と劇が言った。承知させるのに骨を折ったが、真剣勝負と聞いたら、色を変えたよ。由美さんも平林が好きらしいな。どうやらねえ、と劇は苦笑した。どうしても千段ヶ原行くって言い張った顔は見せたいくらいだった。こうなると渡るが責めていたそうだが、俺がもっと早く二人の縁組に気がつくべきだったかもしれない。慶之助はうなずいて、そうすれば俺も偽婚約者などにならずとも済んだろうな、と言いたげな顔をした。しかし彼はそうは言わなかった。慶之助は鬼瓦の顔で、淡白に笑い、自分を慰めるように言った。しかし、やっぱり、串柿より、柚子にする方が、確実だったかも、しれないよ。